皆さんこちらの場所を覚えていらっしゃいますでしょうか。懐かしいね。ちょうど1年ぐらい前か。そんな前か。まあ、俺が奇跡を起こした場所。奇跡を起こした場所。今一度ここで新たなる歴史を刻もう。シャロンさんがさっきここ回しててドブって千円札切れたんで、はい、今から俺がハイエナします。5000円費やしてガチで何の成果も得られなかったんですけど、シャロンさん俺知ってんだよ、こういう時ね俺も大体沈むんだよ一緒にいやもう一緒に沈もうぜ。そういうことか。うん、この千円札変えられねえよ俺もう失った苦しみを。この千円札4枚で戦うわ。戦いを挑む。ここだったよねシャロンさんは。イエス、そこを突っ走ってクロバット VMAX 1枚という結果に終わりました、ね、スリーブがあったとしてもまだ分かんない、ね、油断できないんだよね。おスリーブある。マジでスリーブある。しかも1枚マジで言ってんのスリーブ1枚。ドキドキ。この白なじゃん。白の入ってるのちょっといいね。で当たりはここね。イエス。いやこんなんもうね観光客出たわ。行くよもう。さっき見たさっきのクロバット VMAX を引いた俺と同じ。さすがにそううまくはねえよ人生ってのは。まだ戦える。まだ序章今これで起承転結の章まで来たよ1000冊4枚から4回勝負ってことかな、うん、章じゃあまださすがにスリーブラッシュがいい。スリーブ入ってる。入ってない。あ、ん？ん？いや入ってないけど。入ってないのに期待できるパターンあるの。来たわ。これあれじゃん。V ユニオン環境に一石を投じる。そうだよ。予定の。予定のね。サイド落ちた V ユニオンを回収できる効果です。ちなみにこの効果で V ユニオンが落ちる可能性があります。でもね、あれじゃない？これ撮影時点さ、まだ VMAX クライマックスのさ、V ユニオンが発表されてないやん。もしかして跳ねる？あるよ。これ天だ。ここで天気が訪れる。なるほどね。天気。スリーバールとワクワクしちゃうけど。スリーバール？ないね。エボルショックもいるやん。両方とも俺 CL で使ったことがありますねこっちは無限大な、こっちはゾロワークで使いました。それが10ってことか。そう、これが10。流れが変わってきてる。じゃあラストストーンミックスいくわ。あ、どうも。昇格生昇進証明最後。いや、これガチで昇進証明。嫌じゃなかったらそこでもいい。逃げ切れろ。まあまあそううまくいかねえか。スリーブがあるいやこれもう正真正銘ファイナルだ。ガチモンのファイナルだわ。これでさ、でも何も出なかったらさ、うん、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。はい、観光客の SR でお別れしましょう。はい、ドッ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 後シャロンさんと別れて、まあ、帰るって感じだったんですけれど、一旦戻ってきました。まあ、お互い正直志半ばでの、まあ、リタイアって感じだったんで、この続きをこっそり俺が行く末を見守ってみようかなと思います。ちょ、泣きの6回で本当にこのガチャが渋いのかっていうのを俺は確かめてみます。まず1パック目、まあ、渋いっすね。
まあでもさすがにね、多分売り切れにならない限りそんな出ないと思うんですよ。はい、まあこれも外れと。シャロンさん見てて、俺はこの物語の終幕を君に見せるわ。いやー来ないっすね、なかなか。ちなみにこれ一発当たり前のようになんか開けてるけど、一発1000円だからね、これ中身。さすがに一人でここでさ、割と夜中に自販機回してる人やばいやつに思われそうだから、スリーブ入りすら来ない。ちょっと待って、あの右下やってたんだけどさ、そう、俺とシャロンさんで回してた、売り切れになったんだけど、もうこれで終わりだろ、もう多分当たりが出るんよ、この売り切れで、こいつでね、問題何が出るかって話を、もうこれで終わりです。じゃあ行くわ、運命の、ほらもう赤印ついてる、当たりやん、こんな当たりやん、こんな当たりやん。あーローラー入ってるわ、ローラー入ってるわローラー入ってるわ、ありがとうございます。これが俺たちの答えだ。あー、まあ、悪くないっすね、これ多分まあ金額的には1万円ぐらいしてそうだけど、まあ、シャロンさん、君の無念は俺がここで果たしておいたよ、まあ、これ俺がもらうけどな。